36と48の代行約数はいくつでしょうか。はーい、はい、12。はい、で、よくできました。どうやったもちゃこさん、さ、割っていくんですよ、はい、つまり46は。じゃあ次に、最小公倍数の方はどうでしょうか。はい、最小公倍数は割り算じゃなくて掛け算をして戻りました。それで144。あ、はい、よくできました。もう一つのやり方があるんですね。これすだれ算と言います。すだれ算をやると、ここの2と2と3、この左側に残った数字を掛け算すると 2×2×3 っていくつでしょうか。12。これ最大公約数が出たんですね。で、さらに 2×2×3× ここの最後に割り切れなかった3と4、これ全部掛け算するとちょっと大変だから、もう答え出しちゃうと144で、これ最小公倍数。